今日もまた遥か彼方の宇宙の話が出るのかな？いや、今日は近いところで月の話。月はお隣さんだけに昔から研究は進められてきてて、人類が到達した唯一の星だし、最近では水を求めて各国の競争が始まったりしてるよね。基地まで作ろうとしてるようだし。そう。でもその割には、誕生の仕方にいくつかの説があったりして、まだわからないことも多いのが実情。今日はそんな月の話の中で、月がだんだん小さくなっているっていう話について見ていこうと思う。あ、それなんか聞いたことがあると思う。昔より小さくなってるって。そうか？でも霊夢が思ってるのとは、多分違う話だと思うぞ。そうなの？まあ、とにかく話を聞いてみてくれ。オッケー。それでは、視聴者の皆さん、ゆっくりしていってねー。霊夢が思っている月が小さくなってるっていうのは、月が地球からだんだん離れていっているので、小さく見えるようになってるってことだと思う。そうそう。じゃあ、まずは割と知られているその話から見てみよう。月は地球から約38万キロの距離にある。もう少し正確に言うと38万4400キロだな。月までの距離って、どうやって測ってるの？アポロ11号、14号、15号が月面にレーザー反射装置を設置していて、それに向けて地球からレーザーを照射して戻ってくるまでの時間で距離を割り出しているんだ。ソ連の月面探査車ルノホート2号にもフランス製の反射装置が装備されている。へ。意外と昭和な感じ。そうだな。でも、この計測でミリ単位という精密な計測ができるし、この装置には電力などのエネルギーが必要ないので、設置から半世紀ほど経った今でも使える優れた方法なんだぞ。レーザー測距法って言うんだ。シンプルイズベストってとこだね。余談だが、このデータの解析では、月の内部に溶けたコアが存在することが分かったり、地球からの潮汐力によって、装置の設置地点が毎月15センチずつ上下していることも確認されている。それに、アインシュタインの、重力の強さは天体の組成に依存しないという、重力理論の証明にも使われているという。ふーん、優れものなんだね。そのレーザー計測のデータによると、月は1年に 3.8 センチずつ地球から遠ざかっているという。それで、だんだん小さく見えるようになってるって言われてるわけだ。そういうこと。ってことは、時代を遡るとずっと地球に近くて大きく見えてたってことなの？そう。月ができて間もない頃は、2万4000キロしか離れていなくて、今の20倍もの大きさに見えていたらしい。うわぁ、それはすごい眺めだねー。現在の月の公転周期は 27.3 日だが、その頃はたったの10時間。ちなみに地球の時点も5時間ほどだったらしい。月も地球もじゃんじゃん回ってたんだね。そうすると、月っていずれ地球から完全に離れてどこかへ飛び去っちゃうのかな？それが、かなり遠くはなるが、全くいなくなっちゃうことはないようだ。どうして？核運動量保存の法則というものがある。核運動量？簡単に言うと回転するものの運動量ってこと。この法則は、単体でも、複数の物体が一緒に動く場合にも成り立つ。核運動量は、物体の質量の分布と回転の速度の2つの要素で決まる。どういうこと？フィギュアスケートの選手のスピンを想像してほしいんだが、胸の前で腕を重ねている時には高速で回転するが、腕を伸ばすと速度が落ちるだろ？うん。腕を伸ばすと質量が中心から遠くになって回転にはより多くのエネルギーが必要になる。だからそれを埋め合わせるように回転のエネルギー、つまり速度が落ちて、元々の核運動量が保存されるってわけ。なるほど。同じようなことが地球と月にも起こっている。地球の自転速度は月の公転速度より速いので、地球の回転は月に引っ張られて、速度を落としていく。現在、月は地球に対して常に同じ面を向ける潮汐固定という状態にあるが、そのうちに地球も潮汐固定によって常に同じ面を月に向けることとなって、そうなると核運動量に影響する要素に変化がなくなり、それ以上月が離れることはなくなる。その時の月までの距離はおよそ55万キロと計算されている。それなら、離れちゃうと入っても今の 1.5 倍くらいだから。小さくて可愛い月のお月見ができるんだね。ところがそれは無理なんだよな。どうして？実は、その状態になるまでには数百億年もかかると考えられている。あと20億年もすると太陽が老年期を迎え、赤色巨星になって地球も月も飲み込んでしまうんだ。あらら。じゃあ、月が離れていっちゃうよりも、そっちを心配しなきゃいけないね。そういうことだな。距離による月の大きさの変化の話をもう一つしておこう。月までの距離は、実は普段から変化している。え？何億年レベルの話じゃなくて？うん。それは、月の公転軌道がまん丸じゃなくて、地球に近い時と遠い時があるから。一番近い時は35万7千キロくらいで遠い時は40万6千キロと、5万キロもの違いがある。これほど違うと、見た目の大きさも 12% ほど変わるという。
え、そうなんだ。あんまり意識したことがなかったなぁ。そりゃそうだ。近くに並べなければ、全く気づかないだろう。ちなみに2024年は一番遠い遠地点の満月は2月24日なのでもう終わっちゃったが、近地点の満月は10月17日なので、大きな満月が見られるぞ。へぇ、覚えといて見てみよう。月の見かけの大きさについてもう一つ。月って、地平線から昇ってきた時には大きくて、空高いところに来ると小さく見えないか？そうそう。あれ不思議に思ってたんだよね。実はあれは錯視という目の錯覚。それ以前に、月ってすごく大きく見える気がしてると思うが、実は手を伸ばして持った五円玉の穴と同じ大きさ。そんなにちっちゃい？そう。今度やってみてくれ。ちなみに太陽も同じ。こっちは必ず原稿できるようにしてみるようにな。はい。で、この月の錯視だが実はなぜ起こるのかはわかっていない。なんとアリストテレスの時代からいろいろな説が上がっているが、完全に解明はされていないんだ。へぇ、そんなに面倒なことなんだ。対象物がある風景の近くにある時とそうじゃない時で、脳が勝手に補正を加えているらしいとしか言いようがないらしい。ふーん、誰でも見たことがあるようなことでも、科学でわかってないことってあるんだね。そうだな。私が思ってた月が小さくなるっていうのは、今話に出てきた、月が地球から離れているからってやつだったんだけど、そうじゃないっていうのは、まさか実際に月が縮んでるってことじゃないよね？いや、実際に縮んでいるんだ。そんなことが？近年の月の画像からの研究結果として発表されたものだが、月が縮んだためにできたと思われる断崖上の地形が確認されているという。ブドウが乾燥して縮んで、表面にシワがある星ブドウになるのと同じ感じかな？そういうこと。これらの地形は断層が生じて、一方の地面が押し上げられた時に形成されるもので、高さ数百メートル、全長数十キロメートルにも及ぶという。大規模だね。この研究を発表したのは、ワシントンにある、国立航空宇宙博物館地球惑星研究センターの、トーマス・ワッター博士が率いるチーム。博士は画像を見ながら、階段状のこうした地形を実際に歩くことができれば、どんなものかがよくわかるのですが、と話す。研究者だから、その場で自分の目で見たいよね。だろうな。月の画像って昔から撮られてるよね。アポロ15号、16号、17号で、月の赤道付近で70もの断崖地形が撮影されているが、その時には月の縮小と直接結びつくとは思われていなかった。ほうほう。今回の発見に使われたのは、ルナーリコネサンスオービター、LRO。2009年に打ち上げられた NASA の月探査衛星。アメリカが2004年に新宇宙政策。ビジョン・フォー・スペース・エクスプロレーションを打ち立て、2020年代の有人月探査、そしてその先の有人火星探査を目指しているが、その具体的な第一歩となる計画だった。アルテミス計画の出発点なんだね。そう、今までに、アポロの着陸船の着地点や飛行士の足跡、探査車のタイヤの跡、月面初の天然の橋などを撮影している。へぇ。そして近年、新たに14の断崖が複数の地点で確認されて、これは、断層による隆起が月の表面全体に発生していることを示しているという。ふむふむ。そのうちの一つ、マーレ・フリゴリス、氷の海という北極付近のクレーターがある。地質学的な観点から活動はないと長年考えられてきたが、今回の研究で、マーレ・フリゴリスは移動していて、亀裂が発生していることが分かった。月って地球のようなマントルの対流とかはないはずだよね？ないな。じゃあ、どうして地表にそんなことが起こるの？月は46億年前に誕生してから、溶解状態から徐々に冷却しているが、そのことと関係しているらしい。ワッター博士は、月内部が冷却すると徐々に体積が減っていきます。すると地殻も収縮するために表面に断層が生じます。そしてその断層に圧力がかかることによって断崖地形が形成されるのです。と話している。なるほどね。地球に山脈ができたりするのとは、全く違うシステムなんだね。現在確認できる断崖地形は、すべて過去10億年間に形成されたと考えられている。月の誕生が約46億年前だとすると、比較的最近の変化だと言えるね。そうだな。ワッター博士も、できたばかりの非常に新しい地形です。と言い、でも、月では微小な隕石の衝突が頻繁に起こっているので、小規模の地形ではすぐにその姿を変えてしまうのです。とも話している。ふむふむ。ところで10億年前って、地球の様子はどんなだったのかな？その頃の地球は、新原生代の初めの頃、現在の大陸の元となったパンゲアよりももっと前の、ロディニアという超大陸があったが、地上には生命はなく、海の中にようやく原始的な多細胞生物が生まれた頃だった。大気は二酸化炭素やメタンが濃く、酸素は薄かったと考えられている。ふーん、研究チームは断崖地形の大きさをもとに、
月の誕生以降182メートルも直径が縮小したと推測している。この10億年間に形成された断崖地形は、地表が収縮するほど、内部が冷却して縮小してきたことを示しているが、この縮小は今なお続いている可能性があるのだという。まだまだ縮んじゃうの？そうかもしれない。ヒューストンにある月惑星研究所の地球物理学者、パット・マクガバン博士は、月の縮小は衝撃的な発見です。と言い、惑星進化に不可欠な熱を、月は随分前から大量に失っていたと考えられますが、にもかかわらず、断崖地形の形成が続いているという発表は予想外で非常に興味深いものです。とも話し、今回の研究成果を大きく評価している。それほど、貴重な発見だったんだね。月の縮小って、いつまで続くのかな？あんまりちっちゃくならないでほしいな。いつまでなのかは定かではないが、ワッター博士は、縮小の勢いは今後衰えていき、いずれ完全に止まると考えているようだ。内部の冷却はますます進行しているので、縮小は次第に収まっていくでしょう。と話している。ちょっと安心した。しかし、安心とは言っていられないこともある。何？それは月神。月神？地震の月バージョンだな。月にそんなのがあるの？地震は主にプレートの移動から車摩擦によって起こるんだから、プレート運動がない月には、月神なんてないんじゃないの？ところがあるんだな。内部の縮小で表面が収縮して、断層ができて、それが圧力で押されて断崖ができるんだから、その時に大きな摩擦が働いて、月神が起きるというわけだ。なるほどねー。そして、これが今後の月面開発にも大きな懸念材料になるというんだ。ワッター博士の研究チームは、月神の研究も行っている。博士らは月の南極地域の地形から、月の表面を覆うレゴリスの斜面における崩れやすさを推定した。レゴリスって何？天体の表面にある堆積物のこと。月のレゴリスはかなりきめ細かい砂のようだという。火星のレゴリスは、隙間が多くスカスカで、そこに氷を蓄えたり、表面に水蒸気を吸着したりする性質を持っているんだそうだ。へぇ。研究チームは、過去に南極で発生したことが推定されている。マグニチュード 5.3 の月震の影響を調べた結果、中程度より弱い揺れでも、簡単に地滑りを発生させる恐れがあることを突き止めた。月でも地滑りが起きてるなんて考えたこともなかったけど、別に大きな問題にはならないよね。そんなことはないぞ。地滑りの発生確率が高い場所は、NASA が主導する国際月探査計画、アルテミス計画の、有人探査船の着陸候補地の近くでもあるし、月の南極といえば、現在各国で着陸競争が行われている場所。今後の月探査計画では、月震や地滑りのリスクを考慮しなければならないことになるわけだ。なるほど。着陸船が降りた時に、ぐらっと大きな月震が来て地滑りが起こっちゃったら、宇宙飛行士の命にも関わる問題になるもんね。そういうこと。今、月の探査は、月面基地の建設を視野に入れたものになっているが、そのために注目されているのが南極地域だ。アポロ11号が着陸した静かの海とかの方が、地形もなだらかそうで、着陸には良さそうなのに、なんでわざわざ南極なの？それは水があるから。南極のクレーターの内側には、クレーターの外縁部で太陽光が遮られて、光が当たることのない永久影となっている場所があって、そのようなところには、ほぼ真空の月面で蒸発しやすい水が豊富に残っている可能性がある。ふむふむ、水は言うまでもなく飲み水として必要だし、植物の栽培にも必要だが、1立方メートルで1トンもある水を地球から運ぶのは現実的ではない。これが月で調達できれば、月開発は一気に進むだろう。なるほど。それに水はそのままじゃなく、電気分解すれば水素と酸素になるので、ロケットの燃料としても使えるし、酸素の確保にもつながっていくんだ。いろいろなことに使えて便利というか、月面の開発には不可欠ってことだね。そう。さらには、月表面で蒸発して消えやすい水以外の物質が残っている可能性もあって、それは月の化石の役割も果たすし、南極地域には金属資源が豊富に存在するとも言われているんだ。へぇ。月の南極、すごいところなんだね。南極地域には、もう探査機は着陸してたっけ？一番乗りは2023年、インドのチャンドラヤーン3号。チャンドラヤーンとはサンスクリットで月の乗り物の意味。インドはアメリカ、ロシア、中国に次いで4番目の月着陸成功国となったが、それがいきなり南極地域だった。やるね、お釈迦様の国インド。それに続いて、日本の小型月着陸実証機、スリムが、2024年1月20日に着陸を成功させ、世界で5番目の着陸国となったのは、ニュースでたくさん取り上げられていたところだ。知ってる知ってる。そして、アルテミス計画では、2026年9月以降に史上初の有人での南極域着陸を目指している。
アポロ17号以来、54年ぶりの有人月着陸だね。そう。ちなみにアルテミスは、アポロンの双子の妹。へえ。妹も頑張れ。さて、月面開発に向けた探査が加速しているところだが、探査機や有人着陸船や月面基地が、将来どのようなリスクにさらされるのかはよくわかっていない。そうなの？うん。分厚い大気による気象現象や、プレート移動による火山や地震の活動が起こっている地球とは違って、月はほぼ真空で、地質学的にも死んでいる天体だとみなされていて、短期的なリスクはほとんどないと考えられていたからだ。ほうほう。でも実際にはさっきちょっと触れたように、月の縮小によって、高低差150メートル、長さ数十キロメートルもの断層が形成され、そのズレによる月震が起こっている。そうだね。アポロ計画では月震計も設置されていて、断層が原因と思われるいくつかの月震が記録されているが、計測器の数も少なく、観測期間が1969年から1977年と限られているので、総合的なデータは不足しているため、月震の正確な状況は分かっていなかった。ふむふむ、今回新たな研究を行ったワッター博士のチームは、2019年にも、LRO の高精細画像による南極付近にある断層地形と、アポロ計画で記録された月震の関連を調べた。アポロの記録では、1973年3月13日に NQ イベントと呼ばれる、マグニチュード5程度の月震が起こっていて、1979年に、それが南極付近で発生したと推定されているが、データの性質上、精度の限界もあり、推定された震源域は広範囲になってしまい、最も可能性が高いとされたポイントにも、月震の規模に対してかなり小さな断層だけしかなかった。1970年代に LRO があったらねえ。そうだな。この時のワッター博士らの研究では、南極地域にあるドジェラルーシ洋上昇上断層だけに、NQ イベントの原因となった活断層が含まれていると考えた。今の洋上なんとかって何？洋上は、まあ葉っぱのようにシワになってるってことで、昇上断層崖は上の地層が下の地層に45度以下の緩い角度でずり上がった断層と断崖。ふーん、これは、1979年に推定された断層崖よりもずっと規模が大きく、NQ イベントの規模に見合うものだった。研究チームは、震源として推定された複数の地点の一つ一つに対して、高精度のアルゴリズムを使って震源を推定したところ、ドジェラルーシ洋上昇上断層崖に強く関連ついていることを検証したんだ。なんか、現代の研究だから、データをコンピューターにパッと入れたら、さっと結果が出てくるのかと思いきや、やっぱり地道な作業が必要なんだねー。研究っていうのは、いつの時代も根気のいる仕事だな。ほんとだね。研究チームはこの研究に続いて、月震によってレゴリスが崩れる可能性の推定を行った。レゴリスは微小隕石や太陽風によって細かく砕かれた鋭い形状の砂状物質で、結合力が弱いため、レゴリスに覆われた月の表面はとても崩れやすくなっている。へぇ、余談だがこのレゴリス、月面探査にとって大きな障害となるものでもあるんだ。どうして？レゴリスの大きさは平均70マイクロメートルほど。マイクロメートルは1000分の1ミリ。小さいものでは数百ナノメートルだといい、これは髪の毛の太さの100分の1ほど。そして、ギザギザや尖った形をしていて、ガラス質のものも多い。地球の普通の砂とは違うんだね。そう。そのため、巻き上がって視界不良になったり、機体や機器の隙間に入り込んで動作に不具合を起こしたり、表面を覆ったものを何度も払いのけるため機器の表面が削れてしまったり、ということがあり、また、宇宙服を脱いだ際にそれを吸い込むと、健康被害が懸念されるとのことで、実際アポロ17号の飛行士は、枯れ草熱という強い花粉症に似た症状を経験したという、他にも色々な障害があったらしい。月面探査に使われるものはどれも精密なもので人命にも直結するから、大問題だね。そういうこと。さて、話を戻すが、ワッター博士らは NQ イベントの振動マグニチュード 5.3 と推定して、月の表面地形や斜面の角度、レゴリスの結合力をもとに、NQ イベントと同じ月震が起きた時の揺れと地滑りの評価を行った。ふむふむ。で、結果は？震源からの距離が40キロ以内では強い揺れに襲われ、50キロを超える場所でも中程度あるいは弱い揺れがあることが分かった。そしてそのような弱い揺れでさえ、レゴリスの斜面は簡単に地滑りを起こすことが分かったという。これからの月面開発は南極地域が中心になりそうなのに、大きな心配事になっちゃうね。そうなんだよな。さらに、地球の地震は長くても数分で収まるが、月震の揺れは数時間も続くことが珍しくない。
そして、永久影のように化学調査や資源採掘が予定される場所は地滑りを起こしやすい斜面にある。確か JAXA のスリムも、月面開発に向けてわざわざ斜面を選んで着地したんだったよね。そう、マグニチュード5程度という規模の大きさ、長時間にわたる揺れ、そして地滑りの発生。これらは長期間になる月面開発や、恒久的な月面基地とそこに暮らす人々や機材にとって大きなリスクとなるだろう。そうだねー。ドジェラルーシ洋上昇上断層崖のような地形は月面のあちこちに存在しているし、短期間に複数の月震が記録されていることや断層崖の地形的な新しさは、大規模な月震がかなり頻繁に起きていることを示している。長期間の運用が計画される将来的な月面の探査開発では、月震やそれによる地滑りに対する対策が不可欠になるだろうな。ふーん、月面でそんなことが起こってるとは知らなかったな。月面の開発って大変そうだけど、他にも何か問題はあるの？いろいろある。よく知られているところでは地表の温度。月はほぼ真空なので、太陽光が当たるところは熱く当たらないところは冷たい。NASA が月全体の詳細な表面温度を測定して2009年に発表しているんだが、赤道付近の昼の温度は 106.7 度、夜の温度はマイナス 183.3 度だった。ほうほう。一番低かったのは南極付近のクレーターの中で、マイナス 238.3 度だったという。これは太陽から遠く離れていて非常な低温で知られる冥王星の表面よりも低い温度。月は太陽系レベルでも低温の環境を持っていることが判明したんだ。絶対0度にも近い温度だもんね。それから、最近太陽フレアによるオーロラの話題がニュースでよく聞かれていたが、月には大気もなければ磁気もないので、太陽からの放射線を直に浴びることになる。これを長期間防ぐ対策が必要だ。なるほど。一番よく知られてるものは重力だな。地球の6分の1だよね。そう。最初は歩くのにも慣れが必要とはいえ、慣れてしまえば走るのもジャンプも超人的。なんて喜んでいる場合じゃない。ダメなの？重いものも平気だから開発にはいいんじゃない？一生月にいるのならそれでもいいかもしれないが、地球に帰った時が大変。弱い重力環境下では筋肉や骨はあっという間に弱ってしまうので。帰ってきた時には立つこともできないし、脳に酸素や血液を十分に送ることもできない。宇宙から帰ってきた飛行士が寝そべるような姿勢で車椅子で運ばれるのを見たことがあると思うが、そういうことになってしまうというわけだ。なるほどねー。それから、あまり知られていないことにメテオライトやマイクロメテオライトがある。メテオライト？宇宙空間から飛来してくる小惑星や彗星のかけらなどの固体物質のこと。隕石とは違うの？地球に飛来してきた大きさ2ミリ以上のメテオライトを隕石って呼んでいるんだ。へぇ、そうなんだ。メテオライトは時速数十万キロ以上のスピードで飛来する。地球には大気があるのでこれが流れ星となってロマンチックな天体ショーを見せるわけだが、これもまた月に大気がないために、メテオライトはそのままの勢いで月表面に衝突するので、月面との爆発的な摩擦で発光する。へぇ、NASA の報告では2005年からの2年半の観測で、小型望遠鏡でも十分観測が可能な発光現象が100回以上起こっているという。それが基地の施設や着陸船に当たったら大変なことになるね。直接当たった場合は言うまでもなく致命的だが、そうじゃなくても二次衝撃がある。月面への衝突で発生する粒子が、弾丸よりも速い速度で周囲に飛び散る。1ミリ以下の粒子でさえ宇宙服を貫くというからその被害は尋常ではない。NASA もシミュレーション実験を行い、対策を研究しているという。月面を開発して長期間滞在するとなると、たくさん解決しなければならない問題が出てくるんだね。まあ、私たちが心配するようなことは、研究者が詳細に研究してるだろうけどね。それはもちろんそうだな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。定期的なご視聴もお願いします。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。